お茶ってやっぱり心を整えるというか、自分軸に戻してくれるなっていつもそのお茶を飲むたびに思っていて、それで私もこう毎日必ず朝起きるとお茶を一杯飲むことから始まるんですけども、その時にやっぱり自分がの心がやっぱりそこで整ってるかどうかっていうのを一つの再確認であったりするんですよね。でその時こそが一番自分のこう心が無になっている状態で、すごくこう自分というところのこの空間を、作ってくれているっていうのがその、お茶の時間だったりするんです。で、もともとやっぱりお茶っていうのは日本のにこう渡ってくる前まではやはりそのお茶はお寺のお坊さんだったりだとか、お寺のその修行僧がお茶を作って、そして一つのその茶礼というんですけれども、お寺の中での修行の一つとして使われていましたし、座禅を組む時にも、眠らないようにするためにお茶を飲むっていうことだけは許されていたというふうなやっぱり経緯があると、やはりこのお茶とその心を整えるとか、その精神性っていうものはか、あの必ずしもここはある意味でこうつながっていく世界ではないかなっていうふうな、それをもう自分でもこう実感をしていて、そこから茶禅というその名前を自分の中でつけてみたって感じですかね。一番初めはね、テレビのリポーターで台湾でお茶を作りに行くっていうこのリポートのお仕事が一番初めの、台湾茶を知るきっかけだったんですよね。で、その頃は日本のお抹茶こそお稽古だとかである程度こう触れていたけれども、台湾茶だとか中国茶っていうものがほとんど触れたことがなかったので、すごく新鮮だったんですよね。で、お茶という文化でもこんなに違いがあるんだっていうことと、とってもこう緩やかであったかい感じの世界をそのリポーターの体験を通じて感じていったんですけど、ただもうその時はそのリポーターの仕事で いっぱいいっぱいだったから、そのお茶が衝撃的だっていうふうなところまでは感じてはなかったんですよね。やっぱりどこかでね、台湾というこの地域に少しこう惹かれていて、でお茶の時美味しかったななんていうふうなことを少しずつこう思い出しながら日々を暮らしていたんですけれども、何か自分のね人生の転機が訪れる時に、なんか必ずそこにそばにお茶があるっていうことに気づかされたんですよ。それでそれまでは一会社員として社会の中でこう頑張っていたんですけども、どこかで自分の人生を生きたいって思うようになったんですね。かけがえのないこの命をやっぱりこのワンの無前じゃなくて、ある意味でオンリーワン的な生き方って何だろうっていうのを模索している時に、そばに台湾茶があり、そのお茶に癒されていて、そこが私自身がこう自然とお茶の道に導かれるようになったっていうところだったと思います。じわじわとこう私のこう人生にお茶が押し寄せてきたのかなっていう感覚ですかね、どちらかといったら。